はい、皆さん、こんにちは。僕です。ということで、今回はトラッパーを使ってチャペルで遊んでいきたいと思います。ということで、新アップデートでね、能力が調整されたトラッパーちゃんなんですけども、いいよ、これしょ。ちょっとね、面白いアドオンがいろいろ増えてるので、そちらの方をちょっと使って遊んでいきたいと思います。いいね。サバナをどんどん仕掛けていこう。回してるね。ここ降りたところやな。よし。まあ、罠設置からまずはしっかりしていこう。二窓は普通に殴れちゃうからいいや。置かなくていい。まずは決定大きいの。よし。ここの愛人に置いておこう。見えづらいでしょう。オッケー。で、なんかアップデートで外観がね、チャペル変わってるんで、なんかちょっと見えやすくなってない?前のチャペルよりもちょっと見えやすくなってるよね。そこが、個人的には結構好きです。解除する。オッケー。で、今回持ってきたパークなんですけども、まずは堕落の介入。で、初動の遅れを取り戻します。そして、お楽しみで、攻撃の硬直もなくします。でですね、知能恩恵とタナトなんですけども、今回アドオンで持ってきたのが、不祥罠ということで、知能恩恵がね、知能恩恵とタナトが、すごいぶっ刺さる構成でございます。アドオンが不祥罠なんでね。オッケー、ジェイクの場合は、オブセッションじゃないんで、お楽しみトークたまる。オッケー、オッケー。まあ、解除されても全然オッケーですよ、と。飛び降りる?飛び降りる。で、これ、ジェイクオブセッションじゃないんで。おっと!解除してたか。偉いね。危なかったね、今。今、ジェイクめっちゃ危なかったよ。オッケー。じゃあ、釣っていきましょう。固有地下ではなかったね。これ、ちょっとサバイバーの運が良かったかな。オッケー。で、もう一つ持ってきたのが、問い合わせのサポーターということで、まあ、こちら結構変わったアドオンでございまして、自分が罠を踏んでも、罠には引っかかりませんよと。だからこういう罠とか、とこ踏んでも引っかかりません。ただ罠のリセットだけはされるんかな。そういったアドオンになっております。さあ、ここはちょっとこのいたぐる罠仕掛けておこうか。で、できればお楽しみトークンをどんどん貯めていきたいね。コエル、こっち側でステイン出させといて、帰ろうか。オッケー。まあ、大体の人はね、引っかかってくれるんで、結構おすすめの、まあ、ジャングルのフェイントかな。オッケーオッケー。まあまあ、全然ついていいでしょう。とりあえず、釣っていってお楽しみトークンをね、貯めていきたいよね。オッケーオッケー。ここら辺仕掛けておこうか。結構厄介やで。この入り口は丸見えなんで、飛んだところでいいかな。右の窓とかにも設置したいけどね。まあまあいいでしょう。おっと、これ上?あ、クロちゃんいた。さあ、いるね。後ろいるよ。スプバなのかな?スプバではない。チャペルのこの見やすいね。建物が見やすいから好き。さあ、飛ぶ?お、飛ぶ。スマ着でもないと。おそらくデッドハードかな。トラッパーのお楽しみトークンが溜まったら結構振動なるからね。溜まる前にどうにか回したよね。で、このね、今回は、まあ、知能系とかタナと不祥罠いろいろ持ってってるんですけども、まあ、さっきほど見せた自分が踏んでもね、罠に引っかからないアドオンをちょっとね、活かしていきたいなと思います。それで、どうにか、サバイバーを引っ掛けれたら、御の字かなと。さあさあ、ジェフさんいますね。ジェフはオブセッションなんで担ぎます。まあ、トークンが減っちゃうからね。よーし、いいね。普通にボコせてるでしょ。普通に、ジョって言っちゃった。普通にボコせてるぞ、これ。さあさあさあ、回してますか?上側でヒール入れてそうやけど、どうなんだろう。あ、そのまま救助行く。いるね。ケイトちゃんがいる。これ、素直に追おうか。
FOV。 んー、今のは空振る。OK、 これで後藤くん不祥罠によって知能恩恵が発動してるんで、今のは板が使えなかった。強いね。うん、めちゃめちゃ強い構成やと思う。で、6等君。全然問題なしやね。発電機がこっちの上側でね、3台固まるんで、問題なし。まあ、下は全然上げてもらって構わんかな。あっちの声とかにある罠をちょっと回収したいね、できるだけ。今のは知能恩恵の強いとこ出たね。で、タナトで 4% 減少。4% 遅延か。4% 遅延がかけられますよ、と。さあまあ、固有はね、回されたくないんで、ここら辺はしっかり回収していきましょう。いるね。これ、ジェフかな？あ、ジェフか。まあいいや、殴っておいて、引っかかるワンチャン。うわ、惜しいな。ギリギリ通らないか。まあいいでしょう。ここは再設置して。よし、んで上見に行こうか。ここも再設置する。なんか場所変わってない？変わってないか。オッケーオッケー。いるね。ジェフちゃんいるね。まあこっち側回したいよね。一台も回ってないから。解除する。まあ、草むらに置いてもええんやけどね。ここら辺置いとこうか。もう一回設置したとこはバレてるから、ここら辺は解除祭りになるやろうけど。まあ、一応ね、置いておいたら、ここはちょっと回収しようか。置いておいたら結構圧になるんで、全然損はしないかな。おお、黒ちゃんいた。この黒ちゃんで6トークンが貯めれそうかな。入らないね。もう分かってんのかな、あの強ポジ。この板グルは倒せるかな。 OK、 強いね。まあ、全てにおいてストレスフリーなトラッパーちゃんでございますよ、と。さあ、つってこう。ちょ、コモンのアドオンさしたいね、できるだけ。声とか最後チェイスしたときに。てか昔のデッドハードやったら、デッドハードで罠かわせたじゃないですか。それの対策としてこのアドオンが使えたんやけど、もう今のデッドハード罠かわせないんでね。まあ、あんまりね、そんなに効くかって言われたら効かないんやけど、意表をつくね、アドオンとしてね、持ってきました。まあ、よかったら皆さんもね、使ってみてください。結構ね、僕はね、この効果のアドオン大好きです。こういうの好き。踏まないか。こっち周りあんまさせたくないんやけどな。まあ殴っちゃおう。知能恩恵が発動しますよ、と。まあこれは不祥罠でもね。オーケー。で、お楽しみトークン貯めるために殴りますよ、と。オッケー。ここの罠はだいぶ厄介よね。てかこっち側じゃなくて、もうちょっと、この外回りに仕掛けようか。まあこのジェイクには見られちゃうけどね。まあ、今回は比較的丸見えの場所に、置いてるんだけれども、まあ、不祥罠やからね、別に解除されても全然 OK。解除されたら知能恩恵が発動して、タナトもね、効くんで、全然いいかな。裏いなかった今。あ、クロちゃんいる。これ8トークンやからね、これ追っちゃおうかな。追っちゃおう。これま、追っちゃって、いや、硬直短いね。強い。でも、2階の窓を降りたところに罠があるのは分かってるから、さすがに降りないね。OK です。さあ、上つっていこうかな。これ踏んでもね、大丈夫なんです。ほら。担ぎながら踏んでも、サバイバーを落とさないよね。で、ここいいや。さあ、そのまま回してる？さすがに回したよな、そうやね。上側で回復してないかな？いない？
いないか。チャペルは結構マップが狭いからヒール位置とかも特定しやすいからね。大体もう真上か真下だから、まあ、アイビルがついてたら結構どこでも回復はできるような気はするけど、アイビルなかったら速攻バレるからね。俺は小屋あたりでヒールしてるか。だいぶ下がってそうな気がするけど、ああ下がってるね。はいはいはい、この角ね。あ、ジェイクのデッドハード待ちなさそうやね。オッケー。でラストのジェフ追っていきましょう。いや強いね。てかマップがね結構強かったね今回。あーそこを上げる。まあでもまあ全滅なんで OK でしょう。チャペルっていうマップがね本当にキラーめちゃめちゃ有利なんで、本当にまあどのキラー使ってもほとんど有利なんで、ほとんどってかもう全員有利かな。キラー自体が有利なんで、マップが良かったね今回はね。 OK 中入る。それ入らないか。中入ってほしかったな。オッケーオッケー、その板繰りくんね。了解了解。倒す。まあ、ここはね、駆け引きしちゃったらね、もう板割られて終わりやからね。さあ、不滅は持ってないと。ここはま、仕掛けとこ。まあ、二窓どっちも塞いで、でもチェイスできないようにして、その外周もチェイスできませんよと。でも倒すような気するな。分かってる場所。分かってそうやな。分かってるね、これ絶対。さあ、でも一発殴って知能恩恵が発動しますよと。ステインだけ出させて、ステイン隠し。オッケー。いいねー。ただ今回、顧問のね、問い合わせのサポーターは生きなかったね。普通にあれやね、知能恩恵と負傷罠が、めちゃめちゃ効いたね。昨日の配信でやった時はね、結構ね、面白い。効果しとったんやけどね。昔のデッドワードが強い時に使いたかったね、でもね、これはね。またちょっと活かせる場面があれば、このアドオンを活かしていきたいと思います。まあね、トラッパーはね、いろいろリワーク来て結構面白いアドオンとか、調整内容になってるんで、ぜひよかったらね、使ってみてください。まあ、プレイグちゃんはね、まあ、言わずもがなめちゃくちゃ強くなってると思うんですけども、まあ、トラッパーちゃんもね、まあ、強くなったというか、ちょっと面白いアドオンが増えたりね、結構、いろんな幅広く使えるようなね、パークとかアドオンになってるので、まあ、ぜひよかったら使ってみてください。ということで、チャペルの外観も変わって、結構、あれやね、なんか気分転換になるね。ま、相変わらずファーム系は広いけど。ということで、この動画が面白ければ、高評価とチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、僕でした。バイバーイ。